あ、お邪魔します。おぉ、先生、あ、急にそんな、あ、いいえ、すいません。あ、じゃあ、インターホンとか鳴らしてくれたら。あ、なんか押すのもあれかなと思って。あ、あ、ごめんなさい。進むくんの担任の神保真央と申します。あ、よろしくお願いします。進むの父です。いつもお世話になってます。あ、すごい、優しそうな。あ、いやいや、本当に、学校での様子とか僕は分からないので。あ、そうですよね。進むくんは非常にいい生徒です。あ、名前の通り、前に進んでいけるんだろうなっていうのが感じます。ありがとうございます。僕は神保真央と申しまして、神様の神に保険の方で神保、そして真央はカタカナなんですよ。本当にこれ実は本名で、プリントなんかにこの先生の名前が書いてあると、こう、なんて読むのかなって、その、カタカナで真央なんですよ。神保真央なんですよ。神保真央先生なの？はい、そうなんですよ。あ、どうぞどうぞ、座ってください。で、5人兄弟なんですけど、僕真ん中なんですけど、僕だけ真央でカタカナで、あとみんな普通の名前なんですよ。へぇー。はい。いや、いい先生についてもらえて。あ、いえいえ。お茶でいいですか？あ、紅茶でお願いします。よければ、ルイボスティーでお願いします。ちょっとね、ごめんなさい、はい、うちもうそういうのなくて。あ、そうなんですか。申し訳ないですね。あれ、家庭訪問の注意事項に僕書いたはずなんですけど。あ、そうなの。ルイボスティーでお願いします。まだなんだ、先生。僕、コーヒー飲めないんですよ。お茶かコーヒー、あ、そうですか。はい、ルイボスティーでお願いします。あ、そう、ごめんなさい、先生。はい、そういうのが、いくつなくてね。家庭訪問の注意事項に書いてきましたよ。なんちゅう注意事項ですか、先生。コーヒー NG で紅茶にしてくださいって。で、特にルイボスティーがいいって書いたはずですよ。進くんからは渡ってないですか。プリント類はあれだったらちょっと家の中調べさせてもらったら絶対紙が出てくるもんなんです。本当にないんですよ。はい、ないんでごめんなさいね。はい、ごめんなさい、お茶しかない。僕ルイボスティーって言いましたよ。注意事項に絶対書いてますんで。多分絶対あると思うんですけど、進むくんの部屋はどっかにありますか。それちょっと捜索させていただきたいんですけど。いやいや、その捜索ってそれ、いや、プリントは僕、それがお父さんが読んでないっていう形になりますが、保護者がダメだと息子もダメですよ。保護者の悪影響は息子の悪影響。お父さん、ちょっとこちらお座りください。お茶よろしいですか。はい、大丈夫です。僕ルイボスティーしか飲まないんで。お父さん、一つ伺いたいんです。まず LINE を交換してください。なんでですか。お父さんがおそらく普段の行いがあまりにも悪いせいで、進くんに悪影響を及ぼすと思います。進くんはこのままでは前に進むのではなく後ろに進むと思われます。あいつものすごいハズレの先生引いてるやん。これはものすごいぞ。携帯電話を交換していただきたいんですけども。携帯電話は、はい。まあ、LINE がダメならメールアドレスでもいいですよ。ああ、連絡先。普通の E メールはなさいますか。ああ、そうですね、しますね。あ、じゃあ、良ければ E メール交換しましょう。ああ、わかりました。まあ、それは全然構いません。はい。で、お父さんが寝る前に、毎晩寝る前に、僕に1日の反省文を送ってきてください。よいしょ。必ず400字詰め原稿かける5枚でお願いします。よいしょ。つまり2000字です。これ2000字の文字を打って僕に送れということじゃなくて、よいしょ。今喋りかけてるんで喋らないでください。原稿に、実際原稿紙に書いてください。それを写真で撮って僕に送ってください。いやいや、ちょっと待ってください。先生、ちょっと待ってください。1枚だけを写真撮るとどうしても僕読みづらいんで、ちょっと待ってください。半分ずつ送ってください。つまり、400字詰め原稿かける5なんで、10枚の写真を送ることになります。先生、ちょっと、はい、ちょっと待ってください。先生、ちょっと待ってください。その、はい、いや、100歩譲って、そのね、反省文を送るっていうのは僕が了承したとしましても、それ別にこの文章で、はい、言ったらいい話でね。それは別に反省することもそんな毎日じゃないんですけど。親指で打つ文章と実際に書く文章では気持ちが違います。お父さん、そういうことを分かってないと、お父さんの悪影響は息子さんの悪影響になります。いや、先生。進むくんは前に進むのではなく、後ろに進むことになってしまいます。先生、わかりました。はっきり言うと、進むくんは最近後ろに進んでます。それはなぜかなって考えたら、完全にあなたの悪影響です。よいしょ。あなたの悪影響が息子さんの悪影響です。よいしょ。いきなり入ってきて、この人すごい。いや、毎日はでも無理ですよ。その反省文って。毎日やらないと意味ないんで。日々反省、日々成長。はい、おっしゃってください。よいしょ。なんでした日々。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。はい。日々反省、日々成長。はっきりとおっしゃってください。日々反省、日々。はいって言ったらおっしゃってください。今のもでも反省することによって反省文書くこと増えてよかったですね。大外れやな、この先生。はい。日々反省、日々成長。立って言いましょうか。よいしょ。はい。日々反省、日々成長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 。日々反省、日々成長することは？
素晴らしい。前に進むこと見せられへんな、息子に。この姿。はい。こんなよいしょの姿。息子に見せられへんわ。はい。日々反省、日々成長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 することは前に進むこと。これで1セットです。これかける3セットお願いします。よいしょー、これ何の意味があんねん。先生、いや、まだお一人ください。はい、行ってください。先生、いや、行ってください。先生。かける3セット。先生、はい。今日のところはもう本当に。はい。はい、日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。はい。はい。お聞きください。そうです、先生。今日の反省踏まえて、まず何ですか？一番自分がした大きな反省は何ですか？よいしょ。お茶を用意してなかったことですか？何を用意すべきだったんでしたっけ？ルイボスティーですか？はい。それは二つ目に反省すべきことです。じゃあ一つ目に反省すべきことは何ですか？え？ちょっと…スーツを着てこなかったこと。よいしょ。家庭訪問の際は僕注意事項に必ず保護者はスーツを着用と書きました。この人めちゃめちゃポロシャツやん。よいしょ。後で E メール交換よろしくお願いします。あ、わかりました。はい。はい。でも、あなたが成長する姿に僕は鳥肌が立ちました。よければ写真を撮ってください。それを待ち受け画面にします。なんで？これがあなたの成長の証だからです。あなたの成長が僕の鳥肌を立たせた。この鳥肌を、あなたの携帯の待ち受け画面にすれば、あなたは日々反省、日々成長できるから。この人すごい。鳥肌のスタミナすごいでしょ。はい。ずっと立ってますね。では。ありがとうございました。お邪魔されましただけ。よろしくお願いします。よいしょー、お邪魔されました。はい。ほいじゃんね、バイバーイ。よいしょー、よいしょー、大外れの先生引いとる、あいつ。チャンネル登録、よろしくお願いします。言うことそれじゃないですよね。よいしょ。え、チャンネル登録。言うことそれじゃないですよね。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。よいしょ。あと2回。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長。日々反省、日々成長することは前に進むこと。オッケー。ほいじゃね、バイバーイ。よいしょー。よいしょー。ジャルジャルに興味あるやつ、ぜひ入会してください。テレッテテッテテレッテ。ジャルジャルタワー。